はい、こんにちは。今回はね、スカイラインの GTR ですね。これはツードアハートオブボディのスカイライン GTR が、実際に初導入されたのは1971年3月の全日本鈴鹿自動車レース大会だった。で、ツードア化にあたりショートホイールベース化、ボディの高性能化をずった結果、フォードはセダンボディから5秒のタイプを向上。70年の JAF GP、71年の日本グランプリにワークシャトルの資格を果たしていた。で、この年はロータリー勢が力づけつつあった、まだ GTR の力が渡り、フォードは時代から続く連勝街道を爆進していった。で、富士ツーリングトロフィーで敗北を喫してしまうものの、翌72年3月の富士3000キロでは待望の50勝をも達成。大記録達成の瞬間だったと。で、新規車両を仕掛けたロータリー勢との全面対決となった5月の日本グランプリでは惜しくも敗れてしまうが、その後富士のスーパーツーニングレースで2勝をマークし、ロータリー勢から勝ち星を奪うことに成功。マツダワークスチームとの最後の直接対決となった10月の富士マスターズ250キロではワークス GTR にさらに改良を期して戦いに挑むロータリー勢に敗北し、通称52勝という勲章を打ち出したワークス GTR はこのレースを最後に姿を消したということなんですね。で、そのレースで活躍していたのがこのスカイナインの GTR でございます。GTR というのは最初フォードワーが、ね、あったんですが、まあ、それはわずか1年で終わって、この2ドアに移ったんですね。で、それからもう、まあ、数々のレースで、まあ、優勝を成し遂げていたり、した車です。なかなかこのカラーリングというのも非常に良くて、当時のそのレースの盛んだった時代というものを思い起こさせるような、感じでいいなというふうに思いますね。で、こういうふうに、ドアも開いてこのようになっていて、なかなかね、この当時の、スカイラインの良さというのがあって、こういったものが、なかなかのその思い出させるね、あの車になっていて、まあ、そういったところがいいなというふうに感じるね、車になっています。どうもありがとうございました。